The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイ社長です。フレートランド響です。本日は、すでにもう大変ご好評いただいておりましたバンド T シャツ 20% アップお買い取りということでね。はいはい、集まった T シャツ、あ、買い取りしたやつか。そうですね、なるほど、お買い取りさせていただいた T シャツ、はい、まあ粒揃いでございますよ。まあそうですね、皆様いいの持ってますね、うん、その分一回金額出させていただきました。ご売却ご検討中の方、キャンペーン自体はもうおそらくこの動画公開時には終わっておりますけども、ギリどうかってとこですね。どうか、まあでも頑張りますので、はい、絶対に売ってください。グレートランド大阪にということで10着ご紹介させていただきます、はい、最後までご視聴よろしくお願いします。行ってみましょう。久しぶりちゃう？レイジー、拳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 で語る拳、アングリーフィスト、はい、バックプリントがこちらのレイジャーです。マシーと、うん、拳のデザインもね、オフィシャルブート 90s Y2K で結構ありますけど、多いですね、うん、まあこれが一番バランス取れてる、筋の通った、うんうん、アングリーフィストの T シャツかなと個人的には思っております。プリントもね、ごっつしっかり残ってるわけですね、うん、ボディ自体はフルーツオブザルームの XL でサイズバランスも非常によく、うんうん、袖シングルの裾シングルで、ちょっとボディがフェードしてる、サイズはいい感じ、うん、だけどプリントはほぼ割れも主観ですよ、うん、シルクスクリーンだからさ、割れるからね。ただかなり綺麗な状態で残っておりまして、でこれがもっとコンディションいいと次ドライロットが怖いじゃない。まあまあそうですね、うん、っていう中で販売としてはいい感じ、レイジの T シャツっていうのはもう 90s T シャツ、ヴィンテージ T シャツを語る上では欠かせない存在かと思いますけども、うん、このコンディションをガンガン着れるっていうのは私服の、そうですね、このデザイン自体がなかなか、うん、あの見ないデザインというか、うん、まあ有名だけどあんまり玉が出ないっていうデザインなので、まあまあサイズが合う方で、あの欲しいなと思った方は全然買っといていただいて、マストで、はい、いいと思います。サイズバランス最高です、この方の落ち方、はい、この短丈、そしてやはり身幅もしっかりございます、はい、これね、身幅が決してバカデカっていうわけではないんですけど、比較的ね、あ、身幅細いなっていうのが多いわけです、はい、っていう観点から見ても非常にいい答えだと思いますので、はい、ぜひこの機会を見逃しないようお願いします。はい、先日、この撮影のちょっと前に店頭でよく来ていただけるご夫婦に、はい、あのこちら接客させていただいて、はい、これだけで行くわっていうはずがちょっとテンション上がっちゃって、最終的にダウンアンドスパイラルもお買い上げいただく、あ、そうやったんですね、はい、あのヴィンテージスをお売りいただいた上でお買い上げいただくっていう、もう僕たちとしてはもうとありがたいですね、はい、ありがたい限りでございますけれども、はい、レイジアゲンスザマシーンからチェゲバラです、はい、でこちらバックプリント2パターンございますが、こっちの方でして、はい、ボディもあまたございます。ジャイアントでも何種類かで、アーチモンドだったり、まあ、ユーロだったりありますが、こちらはジャイアントバイアンビルで XL と、これもねプリントがね、こっちにもバコンとスクエアで入ってて、はい、フロントにもバコンとスクエアで入ってるわけですよ、はい、これはね僕の中でよくあるレッチリ現象っていうね、あーなるほど、レイジの話やのになんでレッチリやねんってなる方多いと思うんですけど、特にジャイアントバイアンビルってね、はいはい、すっごいいいボディなんですよ、うん、すっごいいいフェードするし、うん、すっごいいいんですけど、すっごい身幅縮むんですよ。縮みますね。それこそシャーデーとかでもジャイアントバイアンビル多いんですけど、身、うん、幅が XL でも54しかないとか、うん、全然あるっすね。いいんですよ、でもそれも別にみんなが思う XL の身幅ないよねっていう答えが多い中、うん、でレッチリ現象って何かっていうと、プリントめっちゃ入ってる、しっかりめに、こっちもプリントめっちゃ入ってるって時に、はい、ギュッと身幅が縮むわけですな、うんうん、でそうですね、身幅が細くて丈が長いっていう風な、両方が縮むことはほぼないので、うん、生地の幅が縦にいっちゃうと、そうそうそう、なった時に今僕たちが推してるサイズ感ではないものが多い、うん、僕はお好みですからね、悪いって言ってるわけじゃないんですよ、うん、ただこれは響くんどうだい。いいですね、ジャントフェアンビルでこのサイズ感っていうのはすごいよね、うん、ピンとこない方多いと思います、うん、このすごいよねって、うん、でもね、うん、すごいんだよね。なのでお持ちでない方はぜひ、僕もこれ黒も赤も持ってます。ジャイアントバイアンビルとか、そのボディに対してのこだわりが全くない方は別にこれじゃなくていいんじゃないですかって感じなんですけど、その今社長が言ったところに対してちょっとでもそのボディの部分でね共感できる方は本当、うんはい、うん、このサイズ感でジャイアントバイアンビルが着れるっていうのは、ぜひ行ってください、はい、これはね素晴らしい色味ですね、グッドフェード、はい、
でしっかりめに、このグッドフェードを考慮して、はい、グッドフェードですね考慮してお買い取りさせていただきました、はい、なのでそこそこ出しても素晴らしい。これね、普段お伝えしてるこの脇のところがちょっと色が残ってるっていうこの焼けサンフェードっていうのも焼けも入ってるで、まあもちろん洗いとかで色が抜けてる部分もあるんですけど、全体的にちょっとムラがあるけど綺麗なこうなんてまだらじゃないムラっていうんですかね。くびり太のコントラストも素晴らしい。うん、ブロッカムの XL なんで短丈ボックスなシルエットです。フェードによってこのバックプリントの赤がね、ちょっとピンクかかってるわけですわ、色が抜けて、はい、でこのパープルの縁取りと相まってちょっとビビッとな感じになってる、はい、これが真っ黒の新品の状態だったら出ない出ないですね雰囲気でございますので、まずこれも素晴らしいと、素晴らしい。そして響きがどうせ言うから僕さっき言っときますけど、ここ抜きね、はい、あ、そうですね、うん、これやっぱりね、これはねいいんですよまあ本当これはデザインはまあ好きな方多いと思います、うん、着やすいんで、ただやっぱこの雰囲気とかボディの経年変化ってところにあのねお金を払っていただきたい、本当一着だと思いますので、払っていただきたい、はい、まあ、払ってください。本当に困難はね、うん、あの探してもね本当出会えるもんない、いやないよないない、しかもサイズ感いいやもん、表記がブロッカムの XL でブロッカムのいいとこだけが残ったサイズ感です。はい、はい、お願いします。はい、これもね、はいはい、僕が評価すべきポイントが多々ある、うんうん、はいはい、このメタルファッキンか、はい、メタリカのギターかなの方が、描いたデザインとなっておりまして、パスヘッドではないんですけども、このパターンっていうのはバックプリントが何パターンかございますが、うんうん、はい、どうぞ。一番豪華なやつですね、はい、まあ、ツアーの回った場所がマップで結構頑張って表現してます、はい、この辺とかも結構ババ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 って、もうその国旗をねこううまいこと散りばめるって結構頑張ってますよ、うん、そう、うん、で、かつですよ、そうですね、はいはい、サイズ感ですよ、これね、まあそうですね、小さなが多いの、そうですね、だからこのデザイン自体はすごくポピュラーだし、今までずっといいなと思ってらっしゃった方いらっしゃると思うんですけど、まずサイズ感で買えなかった方多いと思うんですよ、はいはいはい、でこのサイズ感が大きめで、はい、いいバランス、かつこの豪華なバックプリント、かつこのコンディション、うんうん、シングルシングル何が必要ですかというような一着でございます。本当にそうですね、はい、夏向きのサイズですしね、うん、はい、これもフェードが綺麗じゃない、ピンクルーで Wish You Were Here のブロッカムの L でバックプリントが Wish You Were Here 表記のものです、はい、いうことございません。まあ何を喋ろうか、もうこれ以上喋ることないんでもういいですか、こんなもんで。まあそうですね、デザインはやっぱり有名なんであれですけど、うん、ブルーで統一されたプリントに対しての墨黒っていうその色のバランスがおそらく結構かっこいいと思っていただける方が世界中で多いみたいで、これはね写真でも映像でも伝わらないと思うんですが、 T シャツをこうな響きを持ってて、こっからこうねこの角度で見た時にね、このシルクスクリーンのこの文字のこのボコボコっていうのがね、わからないよね多分ね、これね、うん、分かんないと思いますね、買った方だけ分かる、そう、まあまあボコボコっていうか波打つ感じとか、その素晴らしい、うん、まあこれはヴィンテージ T シャツあるあるの経年変化なんですけど、こういうのはその再現してる T シャツでは出せなくて、まあそれはもちろんうちのオリジナルでもそうなんですけどね、うん、再現はできないとこなので、はい、お願いします、はい、スカート幼少期メモリアルの、はい、ジャイアントのL です、はい、サイズバランス非常に良い L でございまして、バックプリントはザ・サン・イズ・ゴーンでございます、はい、でもう一着もいいですか、ニルバナの流れで、あ、はい、スリバー、はい、Y2K です、うん、2000年代初頭のタイプでして、それはまあ90年代のスリバーと比べたらちょっと雰囲気って部分ですね、まあまあまあ、やや劣りますが、スリバー非常に高額になっておりまして、うん、そうですね、もう嘘やんみたいなプライス言われるので、 Y2K スリバーってね実際どんなもんなんって感じで店頭に見聞かされる方多いやん、はいはい、実際問題実物手に取って見てみな分からんわって、そこまで社長や響きが言うほどコスパええんかいなって、はいはい、だって Y2K 言うても高いやん、まあそうですね、だって4年前3年前の 90s の値段やん、そうですね、だからちょっとこう、うん、見たろかなって言って見に来てくださった方は大体ご満足して買っていただけるっていう、うん、まあそうですね、で Y2K、うん、アーリー Y2K の中でもかなり出来のいい T シャツというか、はい、年代のものになりますので、それも含めて、あと、はい、こちらのサイズ号も少し、カートメモリアルですね、
少しお休みにしておきますので、このちょっと色が素敵だね、なんか薄くなってる感じが本当かっこいいですね。ですね。でこれからこの白ボディはすごく味が出てくる感じです。いや本当にそうですね。ちょっとくすみ始めてる。うん。素晴らしい。来てほしい。お願いします。はい。はい。はい、ゴッドバイオレンス、はい、マリリン・マンソンです。なぜかこれは長袖の方が流通してるなってイメージでして、半袖ってなんかあんまねえなみたいな。確かに確かに。ね。うん、っていう中で半袖で、アルスタイルの XL でコンディションも良きです。でこれ結構ね長袖半袖含めてデッドストック出回ってるんですけど、この年代のデッドストックがちょっと怖いなっていうのはあるので、うんうん、基本的にデッドストックの僕ら販売してません。素晴らしい。超引き算なデザインなので、うん、めっちゃ簡単に言うととりあえずこれ着といたら、うん、あそこそこ分かってはるんかなってなるあの、うん、デザインなんですよ。あえてそれいくんや。そうそうやるやんみたいな。そうそう結構ねそのヴィンテージ T シャツ全体感として見た時に、うんうん、あ結構いいラインにいるなっていうデザインなので、まあ、マスパいいしね。そうそうなんかこれの良さをこう言葉でストレートで説明するってのは難しいし、うん、ちょっと長くなっちゃうんですけど、あと飽きないと思います。あそうですね。お願いします、はい。パントラ、これ Y2K もあるんですけど、ああこちら当時ものヘインズやったかな。ヘインズですね。カーボーイズフロムヘル、バシッと書いてますけど、タコ殴り T シャツ、はい、で後ろタコストロングアンザンオールとタコ殴り T シャツ、これはちょっと余談ですけど、はい、ヴィンテージ T シャツの偽物がバーって出始めた時になぜかこの偽物も出たよね。あ、そうでしたっけ。2パックのオーライズオンミーとかハードショップボックスとかスヌープドッグの響きが着てるもののフェイクとかが出た時に、はい、なぜかこれも出てたの、ウィンダラのタグで。だからなんでなんやろうと思って、まあ、シンプルにかっこいいからやろな。かっこいいっすよね。あとなんかないっす、あんまりこれない、うんうん、画像はね見たこと結構ある方もいると思う。結構パンテラヴィンテージシャツとかで Google 画像検索で出てくるんですけど、僕らこれ数えるぐらいしか販売したことないし、うん、その販売した中でもサイズ感かなりいいと思います。ヴィンテオリジナルヴィンテージが少ないでしょうね。あの、はい、リプリントは結構あるんでしょうけど、そうそうはい、っていう部分でもお願いします、はい、お願いします。ラストはエアロスミス、はい、ノア。まあ、あこれもね、はい、え、なんすか欲しいもん。あ、まあ、笑ってもうたわ。こいつフェードしたったら何でも欲しがりまんやんみたいな。あ、まあ、もうこのなんてもうレペントですけど、もう白ですからね。その話言っちゃうとあれですけど、レペントはまだね色の抜け方が結構特殊なんで、これはもうこれでしか無理なんで、うん、今確かにと思った方はレペント買ってくださいね。もうこの色はね、まあ、これにはなんないですね。元の色が違うんやもん、うん、違うからならないですけど、うん、これもね美しくて、これ平置きでさ画像を撮った時のこの放射状にさ、うん、こうサンフェードがなる感じとかさ、ね、このかすれ方とかさ、これがまあでも以前から言ってるこのブロッカムのシルバーのこのタグのあの経年変化の良さでもあって、まあ、確かにサンフェードも入ってるんですけど、元のボディの色抜けが本当綺麗なボディなので、それも相まってる感じ。なんかこれだけスペシャル多数取り扱ってるグレートランド大阪が正直何十枚の T シャツよりこういうのを褒めるってところで、うん、それは別にどっちが素晴らしいとかでは本当なくてね、うん、あの結局は洋服なので、そうですね、気分、うん、雰囲気、サイズ感、うん、そこにご同意いただければ、ぶっちゃけ100枚の T シャツも、うん、1枚の T シャツも、うん、自己満足ですから。そう、あのね、手に入れた時のねとか来た時の満足度が僕らは大事だなと思ってるので、相場とかもちろんありますけど、でこう家のね、うん、ハンガーラックとパーティー、今日着ないけどなんかない、例えば、まあ、今日これ着るつもりやねんけど一回これ見るみたいな。ああ、まあまあそうですね、はい、そういう風な T シャツになってくれると思います、うん、長くなりました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、夜9時から下記が夜はオンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーの社長とグレートランド響きでした。バイバイ。